童話の桃太郎の中で一匹増やすとすると、まあ、何を追加するのかっていう少し面白い話かなと思います。だグループで人材紹介を行っていくっていう感じになるんですかね。就活会議。皆さんこんにちは、就活会議の徳差です。今回の企画はクイックのインターンです。今日はクイックのインターンに参加した学生にお話を伺っていきます。クイックに興味のある学生はぜひ最後までご確認ください。就活会議と旬ダイリーとの自己分析ツール第2弾がリリースされました。約3分間で自分の性格、向いてる職種、選考対策が分かります。下の概要欄からぜひチェックしてみてください。では早速インターン体験談についてお話しいただく山本さんの登場です。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。京都大学の山本と申します。学生時代には陸上競技部と研究活動に注力しておりました。本日はよろしくお願いいたします。はい、お願いいたします。本日この動画の前半ではクイックのインターン選考について伺いまして、この動画の後半の方ではクイックのインターンの実際の内容について深く伺っていきたいと思いますので、最後までご確認ください。では早速クイックのインターンに参加された山本さんにお話を伺っていきたいなと思うんですけれども、クイックといえば CA と RA の両面型の人材紹介会社かなと思うんですけれども、なぜ今回このインターンに参加しようと思ったんですか？大きく2つありまして、1つ目といたしましては、いろいろな業界を知りたいという形で、その1つで人材業界という形で参加しようと思いました。2つ目といたしましては、本選考のある意味練習という形でインターンシップだったりを通じて経験値を高めたいなと思って参加させていただきました。ありがとうございます。ちょっとインターンの概要についても伺っていきたいなと思うんですけれども、今回インターンの選考から実際インターン当日までの流れ伺ってもいいですか？フローに関しましては、まずは録画面接という形で行い、その後にグループディスカッション、その後にインターンシップという形のフローでした。このインターンの開催時期としてはどのくらいの時期に行われたんですか？時期といたしましては、5月6月というのを僕自身参加しました。一応通年というか夏も同様のものを行ったかなと思います。そうするとインターン選考に関しては5、6月が開催日なので、その1ヶ月前くらいに募集もかけていくっていう感じになるんですかね？おっしゃる通りです。またクイックの実際のインターンの内容に関してはこの動画の後半の方で詳しく伺っていきますので、気になる方はぜひ最後までご確認ください。ではインターンの選考に関して伺っていきたいなと思うんですけども、最初は録画面接、この録画面接はどんなお題が出されたんですか？お題といたしましては、およそ1分程度で学生時代に取り組んだことっていうのを伝えるって形になりました。この録画面接、インターンで設けてる企業って意外と少ない印象ではあるんですけれども、数々受けられた中だとどうでしたか？おっしゃる通り、インターンのいて録画面接っていうのはすごく珍しくて、このクイックさんが僕自身受けた録画面接が初めてでした。実際録画面接やる中で意識したこととか、改めて思うとこんなところもさらにやっとけばよかったっていうのって何かありますか？意識したことでいうと、大きく2つあって、1つ目が見た目という形で、ライティングを気をつけました。で、2つ目といたしましては、やはり話すスピードっていうのが対話ではなくて一方的に話すのが録画面接なので、その部分で分かりやすいように伝えるっていうのを意識してきました。で、より良くするためには、どのようにしたらいいのかなっていう部分ではあるんですけども、その部分で申し上げますと、やはり抑揚をつける、やはり棒読みでスピーチみたいになってしまうことが多いので、その部分で抑揚をつけて実際に対話しているような雰囲気で話すっていうのがすればよかったかなと反省しています。この録画面接って編集とかはして大丈夫なものになるんですか？正確には覚えてないんですけれども、僕自身は編集せずに一発撮りで送りました、ね、編集できないものを想定すると、割と1分間って短いようで意外と話してみると長かったりもするので、しっかりちゃんと叩き込んで抑揚をつける練習をして取らなきゃいけないっていう感じなんですね。おっしゃる通りで、どこを強調したいのかであったり、話すスピードだったり気をつける必要があるのかなと思います。ではグループディスカッションに関してここから伺っていきたいなと思うんですけれども、お題はどんな感じのものが出されたんですか？お題といたしましては、童話の桃太郎の中で1匹増やすとすると、何を追加するのかっていう少し面白い話かなと思います。珍しいお題だなという印象なんですけども、はい、いろんなグルディスやってきてこういうテーマって経験したことありますか？いや、正直なくて、これが、一番ユニークだったかなと思います。ちなみに何を増やすっていう話になりました？結論といたしましては、僕らのチームは象を増やすっていうので結論として至りました。なんで象なんですか？
その背景で申し上げますと、犬と猿とキジっていうのが3匹もともといると思うんです。その中で抜けてる部分、例えば防御力っていうのが弱いのかなとババ君の中であったので、防御力がありそうな象っていうのを選びました体も大きいですしね、防御力ってなんとなく強そうですよね。このグルディスに関しては何分間くらいで行われるんですか？分数としては20分という形で発表も含めて20分でした。この20分間は体感長いとかありますか？短いとかありますか？体感としてはちょうどいいぐらいで、結構抽象的なお題だったので、分解しながらっていう形でちょうど20分フルに使えたかなと思います。このグルディスを進めていく中で山本さんが意識すべきだなって思うポイントで言うと何かありますかね？意識するポイントで言うと、しっかりとチーム全体で合意形成を図っていくっていう部分、どのような部分が論点なのか、認識をすり合わせるのが大事なのかなと思いました。ではインターンの実際の内容に関してもここから伺っていきたいなと思うんですけれども、当日の具体的な流れを伺ってもよろしいですか？流れといたしました、2日間行ったんですけれども、1日目に関しましては企業説明とワークの説明だったり、実際にワークを行ったりという形で行いました。2日目につきましては実際にワークを行ってプラスでフィードバックをいただくという形の流れでした。このワークのテーマでいうとどんなものを行うんですか？ワークといたしました転職支援という形で、企業様のニーズっていうのを聞くっていうのと、実際に求人の方、職を求めてる方の話を聞いて、そこをマッチングをうまくしていくっていう形のワークでした。だからグループで人材紹介を行っていくっていう感じになるんですかね？おっしゃる通りです。非常になんか業務理解も進みそうなワークだなという印象なんですけれども、このワークを進めていく中で難しいなって思うポイントって何になりました？難しい部分でいうと、やはり企業の方がどのような方を求めているのかっていう部分と、実際に職を求めている人がどのような会社に勤めたのか、ここっていうのが必ず一致するとは限らないので、どのような妥協点を見つけてマッチさせていくのかっていう部分が難しかったかなと思います。確かに私もこのキャリアアドバイザーっていう仕事をしているので、そこの部分に関しては分かる部分があるなというふうには思いますね。実際参加されていた学生さんでいうとどんな方が多かったですか？カンカン同率であったり、マーチの方であったり、国公立の方であったりっていう方もいらっしゃいましたし、幅広くいらっしゃったのかなと思います。山本さんの就活のお話を、以前伺ったりとかもしてたんですけども、コンサルとかいろんなこう業界を見ていくと、わりかし高学歴に寄りやすい傾向があるんじゃないかなっていうふうに思ったんですね。実際今回のクイックの場合だと、そこに比べると学歴層が広いし、コンサルだけじゃないっていうところだと思うので、結構ワークの進め方も違ったんじゃないかなと思うんですが、ここに関してはどうでしたか？おっしゃる通りで、いろんな方、それこそコンサル見てる方であったり、それこそ人材に興味のある方っていうのが幅広くいらっしゃったので、その部分ではワークの進め方、ある意味慣れてる方と慣れてない方がいらっしゃったので、その部分はすごく難しかったかなと思います。そういった形でいろんな方が今いらっしゃるっていう話だったと思うんですけれども、何を意識するとより良さそうと思いますか？意識するポイントで言うと、誰がどこまで理解しているのかっていうのがやはり毎回確認する必要があるのかなと思っていて、例えば6人チームで3人だけ分かってて残り3人が分かってないとすごく良くないので、その部分の認識合わせっていうのを毎回一つの議論ごとに行うっていうのを意識してました。ありがとうございます。今回このインターン最後の方に、発表とフィードバックがあるっていう話だったと思うんですが、発表の際は順位とか決まったりするんですか？順位につきましては全体ではないんですが、一番良かったチームはここですみたいな1位だけは、おっしゃっていました。ちなみに山本さんのチームはいかがでしたか？僕らのチームは残念ながら呼ばれずって形でしたね。そうだったんですね、はい、この1位を取るためにはさらにどういうところを意識すればよかったかなっていうのはありましたか？1位を取るためって申し上げますと、やはり企業と求人の方の間に立つ業務なので、片方の意見を重視しすぎない、両方の意見平行な状態でしっかりと合意形成していくっていうのがやはり良い評価いただくために大事なのかなと思います。ちなみにこの1位を取ったから早期選考で有利になるっていうことって何かありますかね？その点に関してはちょっと1位じゃないのでわからないんですけれども、インターンに参加した後の説明会に参加しないかっていうのはご連絡をいただきました。じゃあ基本的には早期選考で有利になるっていうところとかは特段ないけれど、案内とかはいただくっていう感じなんですね。そうですね、案内とあとは1対1のキャリア相談会みたいなのは一応いただきました。ではちょっとインターン全体を通じてのところも伺っていきたいなと思うんですが、もう一回山本さんがこのクイックのインターンに参加できるとしたら、どんなことを今度は意識していきたいですか？
意識していくポイントで言うと、やはりワークの中で高評価いただくためという目的においては、まあ、人材業界なので、ある意味人を入れたらお金になる業界ではあると思うので、まあ、その部分だけに注力するのではなくて、しっかりと職を探している人にもメリットが出てくるようなマッチングっていうのを意識するのが、インターンの中で評価していただけるポイントなのかなと思いますね。ありがとうございます。では最後、クイックのインターンにこれから挑戦しようと思っている学生にも一言お願いいたします。クイックは人材業界の中で、企業そして求人者両方にアプローチできる企業だと思いますので、実際に人材業界に興味のある方はぜひ参加していただけたらなと思います。以上になります。はい、本日はクイックのインターンに参加された山本さんにお話しいただきました。本日はありがとうございました。ありがとうございました。ここまでクイックのインターン選考から実際にインターンの内容についてまで、インターン参加者の山本さんに伺ってきました。これからクイックに挑戦しようと思っている学生は、ぜひ今日の動画をご活用ください。また今日の動画が面白かったな、ためになったなという方は、ぜひチャンネル登録、高評価、通知ボタンお願いいたします。ではご視聴ありがとうございました。最後までご視聴いただき誠にありがとうございました。これを機にチャンネル登録いただけると嬉しいです。またこちらの画像をクリックすると、あなたの就活を手助けするお役立ちツールが使えます。無料で使えますので、ぜひ試してみてください。